にちは、由美と申します。抽象画を描いています。私はたくさんの病気を抱えています。時々体調面、精神面で描くことができないこともあるんです。でも夢だけは持っていたいなって。長年の闘病生活の中で絵を描くことをやっと見つけました。今はまずいろいろな人に私の作品を見ていただいて楽しんでもらったり、何か伝わると嬉しいなと思って、そしていつかサロン・ド・トーヌ展に応募してみたいです。まだ先かなと思いますが、夢を信じつつ発信していきたいです。今やっと掴んだ夢を世界に広げたいです。また同じように苦しんでいる方々もたくさんいらっしゃると思います。私も長い間希望が見えませんでした。ですが希望はきっとあると、どうか信じていてください。そして私も周りの方々への感謝を忘れずに描いていきたいです。